夏がやってきたよということでですね、夏といえば何ですか？川下り、わかるわかる。海。海といえば何ですか？水着。ということで、あのね、シーンで大量に水着をね、購入してみたので、今回はレビューしていこうと思います。イエーイ。ってことでですね、10万円とか出せばさ、可愛い水着って買えるんだけど、私この夏は5人彼氏がいるんで、毎回水着を買いたいとこなんですけど、お金ないんですよね、みたいな女の子も多分いると思うんですよ。そういうことのために、まあコスパよく水着は着まして、今回ね、激安水着をたくさん買ってきたので、紹介していこうと思います。まあ、水着とかと合わせて、サンダルとか、夏のお嬢さんになれちゃうようなアイテムも購入したので、今日ね、テレビしていこうと思います。それでは、スタート。はい、ということで1着目がプレーンフリルトムビキニ水着1302円です。で、この間これはあの新購入品紹介の時に購入したもので、あの着れてなかったんで今回着てみたんですけど、これめちゃめちゃいいよ。ただ今サイト完売しちゃって、なんかブラウンとかの方はあるんやけど、ブラックは今ないですね。ただなんか類似商品とかはまだ残っちゃったりするけん、類似商品とかで見てほしいんだけど、私ね、三角みたいなショーツを履けないのよ。もうここら辺がマジパンパンすぎて、これがコンプレックスで、三角みたいなやつが履けんのやけど、これはなんかいい感じでフリルがあるし、あとお腹もね、ハイウエストになっておへそが隠れるくらいやけん、下っ腹のぽっくりな感じも気にならないです。私は S サイズ購入したんやけど、上のトップスがサイズが合わんなって感じで、ここのホールド感はないんで、まあ、ちゃんとヌーブラつけるなりしないと胸は漏れないかなって感じ。でもめちゃめちゃ可愛いです。ベイジーフリルトムカットアウトワンピース水着1698円で、サイズを S サイズ購入してみました。これめちゃめちゃ可愛いよ。お腹がここだけチラッと見えてる形やけん、こういう部分はなんか結構ギャザーが寄ってる感じで、お腹が目立ちにくいで、これもそう、胸のねパッドが全然甘いので、ヌーブラとかちゃんとつけてちゃんとしっかりと持ってください。で、背中のデザインめちゃめちゃ可愛くて、なんか背中でキュッてリボンで結ぶやつなんだけど、めっちゃ可愛いです。これめちゃエロく、ここもフリルになっちゃうけめっちゃ可愛い。太ももがこう目立ちにくいんじゃないかなって思います。はい、次、格子柄ツイストブッシュブッシュアップビキニ水着1272円で、サイズは S サイズ買ったんだけどちょっと完売してますね。これもセットやけん、このお姉さんみたいな感じの水着なんやけど、ちょっとこのね下のやつが私エチエチしすぎてしまったので、ちょっとやめとこうと思いまして着ておりません。で、この下にね代わりに入っちゃうやつもシーンで買ったんやけど、サイドリボンローストリングビキニショーツ764円で、これも S サイズ買ったんやけど、なんかな、こういうやつみんなマジでシーンで買っちゃった方がよくて、こういうビキニとかなんかトップスはいけるけど、下のなんかショーツのやつがなんかキワキワすぎちゃったり、上はこれ着たいのになんか下が過激すぎて無理みたいなやつあるよ。けどこれさ、シーンで700円とかでめちゃめちゃ質のいいやつが届いたけん、マジでこういうやつを買った方がいい。普通のこうショートパンツとかスカート感覚で使えるし、で、こういうやつ私今回めちゃめちゃ買ったけん、マジで参考にしてほしいんだけど、この水着めちゃめちゃね質良いです。私がさっきまで着ちゃった2つの水着もすごい質良くて、もうあれが1000円台とかなのかな、信じられんくらいなんやけど、その中でもこの水着はかなり質良い。で、まあヌーブラつけるとかなり漏れると思うけど、これだけでもおっぱいね漏れちゃうかなって感じなので、で、なんかショーツとかがちょっと苦手だなって方はこういうのをシーンで買っても買っても3000円とかじゃない、マジで安くない？びっくりなんやけど、この水着は大当たりです。まあ、ちょっとサイズがもう切れちゃったりすると思うけど、類似のアイテムとかあったら探してみてください。で、この私が今履いてるショーツも超大当たりやけん、体型に自信ないよ、でも水着着たいなみたいな子はこういうの買った方がいいかなと思います。フリル裾ビキニスコート1000円で S サイズです。さっきのやつはピタッとしよったけど、さらにこのお尻周りとか腰周りがカバーできるようなスカートになってるんで、さらにこうお尻周りが気になるよみたいな子はこういう方がおすすめかなって思います。特になんか骨格ウェーブさんとかはこっちの方がいいんじゃないかなって思います。これもね、質はめちゃめちゃいいです。はい、ちょっと画角を変えました。2パックフリルワンピース水着&ビーチスカートのブラックの S サイズを購入してみたんやけど、これちょっと胸の位置がやばい。結構ね、レビューも高いんやけど、私的になんか胸のサイズが合ってなさすぎて、ちょっと大変なことになってます。だから、まぁ、ちょっとこんな感じでシアーなスカートがついてて、背中はこんな感じで可愛い。まぁ、ちょっ
と水着自体はちっちゃくないんやけど、胸の位置がなんか変な感じやけ、ワンサイズ上げてもいいかなって思うし、ここのなんかスカートが結構ブカブカで、シアーでめっちゃ可愛いんやけどちょっとブカブカすぎるんで、まあサイズはちゃんと悩んだ方がいいんじゃないかなって思います。私の体型で S サイズちょっとなんか胸の位置が変な感じになっちゃったので、はい、気をつけてください。次、はい、ということで次の水着に着替えてきました。花柄タイ付きショルダープッシュアップビキニ。もうこれが S、M サイズが完売しちょってな。私は S サイズ買ったんやけどちょっといい感じのサイズがなくなってました。このビキニめちゃめちゃ可愛い、やばい。なんかね相当質いいで、肩のところがこんな感じでこうリボンになっちゃうのよ。やけん超高見えする。で下はこんな感じのショーツなんやけど、まあ、ちょっと際どい感じなので、あのお気をつけください。なんかこういうさショートパンツと合わせたらいい感じかもしれない。え、これ万能すぎ。なんかちょっとマジ体型に自信ない子ったら本当にこれ買った方がいいよ。だっておへそまで隠れるけんさ、なんか一番気になるのは私マジで下腹ないよ。この辺がね本当に脂肪が溜まっちゃってるから、ここがね隠せるのはめちゃめちゃありがたいなって思います。デイジープレーンプッシュアップビキニ2159円で M サイズを購入してみました。え、これはめちゃめちゃ可愛い。ショーツはこんな感じです。こうめっちゃハイウエストって感じではないんだけど、下腹の嫌なところは隠せそうなショーツです。これもお胸のホールバッターはマジで皆無やからヌーブラをつけた方がいい。でなんか二の腕が気になるとか典型的なビキニ苦手やわみたいな体型にコンプレックスある子とかはめっちゃこういうビキニおすすめです。なんかヘルシーだし程よくこう肌見せもできるから男性向けもすごいいいんじゃないでしょうか。背中はこんな感じでがっつり開いててリボンで留める感じになってます。なんか韓国系のお姉さんって感じ。アゲハヤアゲなんだけど、意外とこういう女が持ってたりするんだよな。何見せすぎてない、何あのギャル超可愛いんだけど。あとこういう色を着るとあの肌がすごく白く見えますね。なんだろう、パーソナルカラーとかもあると思うんやけど、なんか肌が白くな見えるなみたいな感じがあるので、はい、おすすめでございます。次、はい、ということで次の水着がこんな感じのワンピースタイプの水着です。で後ろはこんな感じ、首にフリルがついたワンピース水着ブラックで、サイズが S サイズを購入したよ。だけどなんかちょっとこれバスト位置がかなり変な感じやけん、まあ M でもよかったかなって感じ。シーンで水着買ってなんかちっちゃいやつやとなんかバスト位置がめっちゃ下に行っちゃうんよ。やけんちょっとゆとりある方が上の方で着れるし、ヌーブラもちゃんとピタって止まってくれると思うけん、ちょっとなんか不安な人はワンピースのやつとかは M サイズとかワンサイズ上買ってもいいんじゃないかなって思います。もうとにかくお尻もお腹も絶対に出したくない、胸も出したくない、私は清掃絶対守るっていう子はこういう水着おすすめです。全然これでもね十分可愛いし、なんかあのエチエチな感じはするので、まだ海慣れてないよみたいな子とかはこういう感じの水着でもいいんじゃないでしょうか。次、はい、ということで水着は一旦以上です。で私がやっぱ一番お気に入りなのは一番最初に紹介したこの水着が、なんかやっぱ一番着やすいしお腹の嫌な部分も隠してくれるし、あとはちゃんとこうヌーブラでしっかりと乳をあげればはい OK みたいな感じで思うので、はい、素材とかもなんか総じて私が一番これが好きです。はい、撮影後のエミネーです。ちょっと伝え忘れちゃったんやけど、シーンって結構海外サイズのやつが多いけん、こう S とかでも大きいんじゃねって思いがちで、結構水着も全部 S とか私買ってしまっちゃったんやけど、なんかマジで物によりけりで S でもなんかピタピタのものもあればめっちゃブカブカのものもあって、あとバストが結構大きい方って S サイズを頼んだら上のトップスはちっちゃいなんかバスト収まらんくらい結構ピタピタやのに、下のショーツはブカブカでおむつみたいな感じになっちゃったりするものもあったんですよ。なんでマジで物によりけりやけん、あと水着とかって結構いろんな方がなんか先に買ってレビューをね結構詳しくしてくれちゃう人も多くて、やけんそういうのをちゃんと見てしっかりとサイズ検討して買った方がいいと思います。自分と似た方のなんかレビューのやつとかを見て選んだ方がいいなって思ったので、はい、それだけです。なんか海とかプールとかに持っていけそうなアイテムをちょっと今から紹介していきます。はい、じゃあまず1つ目、じゃん、おお形やばいしなんかでかいわ。こちらがですねプレーン麦わら帽子612円でした。安っ、海で映えみたいな写真撮りたい人だけ買ったらいいんじゃないかなって思います。はい、次、はい、じゃん、ミニマリストウェッジビーチサンダル1566円でした。でこれはビーチサンダルなんやけど、なんか普通のビーチサンダルってさこうペタンコでさ、ビーチサンダルって足盛れたらいいのにって思うやん。これ良くない？超ゴリゴリの厚底ないよ、絶対これ足盛れるやん。
厚底サンダル履いたらこんな感じ。十分太ももがパンパンで嫌なんですけど、足漏れるね。身長も漏れるし、この厚底サンダルはなんかなかなかお店とかに売ってないと思うし、海アイテム専用みたいなところで買ったら結構高いやん。全然5、6000円とか1万円とかしそうな感じやんか。いけん、まあ、海に行く前とかにちゃんとシーンでこういうアイテムとか揃えるのもおすすめ。この厚底マジでいいね。本当に買ってよかった。じゃーん、サンダルをなもう一個買ってみたんやけど、さっきのは結構シンプルやったけん、今回はこういう感じでパールがついちゃうやつで、人工パールデコレーションウェッジビーチサンダル1230円でした。なんか安っぽいってレビューあるけど、1200円台でこういう海用のサンダルが買えるんやったらめちゃめちゃいいんじゃないかなって思う。マジでなんか慌ててさ、海用のアイテムのところにさ、海とかこうプールとかに行く時に駆け込んだりするけどさ、なんであらかじめ準備しちょかんかったんやろって思うくらい高いやん。ああいうところって駆け込みで行くとさ、もうアホみたいに高いやん。あんま可愛くないのも多いしさ。でもこういうのをちゃんとシーンとかで安いところでゲットしておくと、まあ、お得にね可愛くなれるんじゃないかなって思います。これも履いてみるね。はい、こんな感じで、さっきのよりは足が漏れる感じではないんやけど、十分こう華やかで可愛いかなって思います。はい、じゃあ次はサングラスを買ってみました。でシーンのさ、メガネってさ、めちゃめちゃ安いのにちゃんとケースに入っちゃったりさ、メガネ球が入っちゃったりするんよ。ありがてえですな。じゃん、わーお、私サングラスめちゃ似合うやん。ハロー、私はロサンゼルス生まれアメリカ感じのサングラスです。このサングラスもまあ海とかプールに行くくらいの簡易的なものだったら全然問題ないなっていうくらいのクオリティなので、よかったら買ってみてください。マジ激安じゃない。はい、ではお次。もうね、私最近ねちゃんと肌管理やってるから、とにかく日焼けが怖いんよ。怖すぎて怖すぎてどうしようもないけん、ちゃんと日焼け用グッズも買って、コントラストバイデンガバブラブラ886円のブラックです。あ、すごい、なんかねズボンのとこが針金になっちゃうわ。こんな感じで、あ、いいね、顎で結べる感じ。なんかこういうお母さんおるよな。ちょっとゆうくん、ゆうくん、ちゃんとあやちゃん見といてよ。お兄ちゃんなんだからちゃんと見といて。はい、お母さんいますよね、テラスに。お母さんです。あ、私これめちゃめちゃ使うわ、夏。超いいんやけど、なんか針金ね、こうやってね曲がるのがマジでありがてえ。なんかシーンって結構さ、ツバのところさ、もう絶望的なぐちゃぐちゃで取られてしまうことがあるけん、最初から曲がるよみたいなスタンスだったらありがてえですね。ほんでソリッドフィンガーなんとかなんとかグローブ392円。じゃーん、日焼け防止のやつイエーイイエーイ。防装備のお母さんです。はい、あともう一個あります。まあこんなね夏の日にやっぱ水分補給はしっかりと取らないと危ないんですよ。ポータブル水筒1039円の、1リットル用だった。なんか最近ちゃんとこう水飲むようにしちょって、あの2リットルのやつを買ったつもりが1リットル用でした。これかける2。こんな感じでなんかメモリがついてて、ちょっと夏はちゃんと日焼けと水分対策をとって、お肌のシミ防止、そばかす防止をちゃんと努めます。遊びたいし、日焼け対策もしたいし、美白になりたいし、頑張りますっていう感じの、はい、水着紹介動画でした。どうでしたでしょうか。もうなんかこの格好が一番漏れている気がするので、これで最後終わります。今ガチでダイエット頑張ってる途中なんですね。もう久しぶりにここまでちゃんと食事制限してるなってくらい、超今ダイエット頑張りよって、なんかムチムチボディでマジ申し訳なかったんですけど、ガリガリになる前に、まあ、リアルボディの私でお送りさせていただこうと思います。でさっき私ヌーブラつけてみようと思って、この間さシーンで買ったさヌーブラ開けたんやけど、まあでけんですよ本当にめちゃめちゃでかくて、ちょっとこれ誰がつけれるのかなっていうくらいお胸がでかすぎたので、あのシーンでヌーブラ買うときはマジで気をつけてください。はい、ということでですね、今日の動画は以上でございます。あのよかったらね、夏の水着のお買い物参考になれば嬉しいなって思うんですけれども、あーミネのグラマラスボディの、あの悪口は言わないでください。頑張って体張ったのでお願いします。はい、ということでですね、今回の動画は以上でございます。インスタグラムとかツイッターもやってます、遊びに来てください。あとはチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。チャオ。